ラスマ、いかんな、みつ。ロハス TV の時間がやってまいりました。はい。はい、今日は、黒川たもすさんにですね、はい、人生相談ということで、またよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。はい。一ヶ月に一度ですね、うん、前回ですね、はい、選挙に出るということで、事務所でね、映させていただいたんですけれども、はい、ご苦労様でした。はい、お疲れ様でした。僕ね、ちょっと個人的に聞きたいんですけど、言いにくいとこはあるかもしれないんですけれどもね、はい、あの選挙戦があった、うん、まあ、いろいろと、街頭インタ、演説とかいろんなことをされたと思うんですけれども、はいはい、そのあたり、ちょっと教えてもらっていいですか？そうですね。ちょっと、はい。まあ、9日間あったんですかね。はい。コロナが。まあ、最初の、ね。はい。こう、スタートの、時。はい。本当に知り合いが、はい。70人か、はい。80人、本当に来てくれて。はい。そこで、まあ、第一声いうかね。大勢でこう、まあ、初めて握って。初めてですよね。初めて握って、話したんですけど、はい。いやー、本当に頭の中真っ白になって、何を話して、ええんやら、何を話したんやら、あんまり覚えてなくて、はい。それでまあ、でも9日間、しんどかったですけど、楽しかったっていう。どんな感じなんですか？時間帯がパッパッパッとこう、決まってるんですか？どこそこでするよっていう。いや、大体は決めてました、はいはい、です、うん、はい、でまあね、車の横から手を打ってて、はい、左の肩の筋肉がだいぶもうここ左だけ、まあ、左でこうするわけですか、そうですね、はい、で手を振ってくれて、はい、まあ、大体ね、だけど髪生やしとったら、はい、分からんのですよ。ああ、僕らイメージがもうこうね、そうなんですよ。スキンヘッドというイメージがありますからね。で、演説しよるとき、ビラ配られたんですよ、ね、はい、はい。普通の黒川たもすですって言うたらみんな知らんのですよ。おお。うどん屋の、たも屋の黒川たもすです。ああ、そうなんていう人が結構いたんで。あ、これはまず一つ勉強になったなと。まあ来年ちょっと坊主で出ようかなとか。いきなり坊主。それは冗談ですけど。まあそんなのもあったし、で街頭演説もまあまあ結構させていただきました。何回ぐらいしたんですか？何回したんですかね。僕ノートにつけとったんですけど、うん、1日に6回とか、うん、まあ40回ぐらいしたんですよね。最初の時も結構しましたね。でまあだん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 慣れてきてみたいな。あれ何分ぐらいするんですか？いやもう、もう決まってはないんですか？決まってはないですけど、僕まあ10分。はい、もうせんかったですけどね。だけどもまあ本当に僕が話してることが伝わってるかどうかっていう部分ですよね。もともと僕知り合った時全然話ができなかった人前で話す時酒飲まなんだら話ができんかった人がですねそうそうそう、本当にすごいことなっとるなという。どうなったんですか？やっぱり喋るということに対しては多少は訓練いうか、まあ、勉強させてもらって、はい、誰もいないところで、はい、もう誰かおる感じでこうね、はい、練習とかもさせていただきましたけど、はい、でも実際本当にいない時、はい、でもこう、喋る、訴え続けるっていう。なんかね、うん、こう自分がテンション上がって乗ってきとったら、はい、いなくてもこう、なんか力強い言葉が出るんですよ。街頭で演説するときいないときもあったわけですか？あります、あります。あるんですか？そういう一人でこう喋るわけですよね。喋ってるけど、はい、やっぱりこう自分がこう、ね、はい、乗ってないときはなんか自然とこう、普通に話してるみたいな感じだけど、はい、いなくても乗ってきたらこう、やっぱこう、はい、言葉遣いっていうか、訴え方っていうか、力強くなってくる。はい。自分がいた。みたいな感じですね。あ、なんかもう一人の自分がそうそうそう出てきて、はい、そうなんです。ですね。やっぱりそうなるとこう通行の人がちょっと足止めてくれたりするんですよね。そうですね。はい。うーん、でちょうどまあ県知事選と一緒だってね。はい。でなんか自転車乗って近く僕が話したのに、はい、寄ってきて、はい、もうちょっと具体的なで、いや、すみません、僕、県知事じゃないん
とは言うたことはありますけど、ね、ああそうですか、面白かったな。でも楽しかったですよ。で本当にまあそうですね、よくあれだけまあ皆さんがのおかげやと思ったんですけど、おかげよう取れたなと。そうですね、だってね、はい、本当にこう何もない中からさっとね、そうですね、準備いうかまあ分かんないけど、準備はまあまあちょろちょろしてたんで、ね、してたと思いますけど、そんなに何年もかけてやっとるわけじゃないしね、はい、うん、そうですね、はあ、まあまあ残念だったわけなんですけれども、うんうんうん、まあね、これはこう良かったと思うんですよ僕、うん、逆に。ああひょっと通っとったら僕天狗になっとるやろ、あこんなもんかと、そう、うんうん、そうそう、うん、多分だけ、い今回は、まあ、この板は失礼になったるんですけど、うん、黒川たもつでは知られてないと。そうですね。うどん屋、たもやの黒川たもつ言うたら分かるけどっていう、はい、まあ、これも一つのね、そうね、自分の、こう、まあ、言うたら、こう、知名度がそんなにもなかったと言うたらいかんけど。黒川たもつだけではね。だけではね。はい、うん、はい。だからまあ、そういう意味で、こう、天狗にならずに済んだので、そうですね。そうなんです。うん。まあ、そんな中でね、また4月にあると思うんですけれども、うん、はい、そのあたりはどんなですか。やっぱり僕はね、思ったことを言わせてもらうと、やっぱり黒川さんはもう中小企業の、うん、まあ、同友会のですね、まあ、副代表もされたりなんかして、うん、やっぱり会社経営とか、お店運営とか、うん、そういうところにすごく、うん、で、されてるし、ご自身も、うん、従業員さんを一人でね、最初始められて、だんだんだん増えられて、もう何十人もの従業員さんを雇われて、はい、その中には家族もあるし、はい、そういう家族の生活を守ってると思うんですよね。はい、だから、やっぱりこれからコロナがこう、うん、収束は多分していくんだろうけれども、今度経済の方がですね、そう、今すごくちょっとおかしくなりつつありますんでね、うん、そのあたりをこう、会社、働く場所がなくなったらね、そうです、本当に黒川さんのこう、もし議員になっていただいたら、何言うんですかね、働く場所を守ってほしいと思うんですよ。そうそうそう、そうなんですよね。うん。で、本当に、ね、人生よ、100年時代って言ってるじゃん。はい。はい。で、なおかつ、多分、定年、もうね、はい、もう伸び、そうそうそう、そう。零細企業だったらね、うん、60からもう65はね、やれとか、70とかね。働けますみたいな人とか。うん、まあ、まあ、70でも働けますよ。働けます。うん、なので、本当に働くことは生きること、ね、そうですそうですね。ということはやっぱり働く場がなかったら、ね、場がなかったね、なんぼ力あってもね、ね、もう、そうなんです、うん、パーケンで1万6000ちょいあるのかな、はい、はいはい、中小零細企業、うん、多分ねまだ小さいところもねいればもっと多いと思うんですけど、はい、やっぱりそこで働きよるパートさんであったりとか、うん、まあ社員だったりとか、うん、やっぱりそういう人がそこで働く場があるから生活できる。そうなんです。そこをなんとかこう潰さずにちゃんと経営してできて、給料も上げて、そういうふうに生活ができてということはちゃんとね、子供食堂なんかいらんじゃないですか。あ、いらんことはないんですけど、本当に食べることができる。はい。やっぱり働くことが根底にある。はい。そこをなんか手助け僕したいな。と思います。そうですね、うん、だからやっぱりこう雇用の場所を守ることによりまして、 そこの従業員さんが守られ、 そこの家族が守られて、ちゃんと生活が成り立つという、 うん、そしたらゆくゆくもう本当にここあと2年3年、はい、厳しいと思うんですよね。今円安になって、でもちょっとコマ続くとかも言われてるじゃないですか。もうすでにあれですよね。うどん屋さんやつとるから、もう小麦粉高かったり、小麦の原材料、ね、原材料も上がってるしね。油も上がってるし、もうここ2、3年まだ続くと思う。はいはい。それ続くから、そのためにはやっぱりそういうの潰さない会社、そうですね、会社を潰さない、雇用を守るという会社を作っていく、そのための、うん、まあなんか施策とかね、まあ今までの経験をこの議会の方にも上げたらね、そうですね、やっぱり経営者の議員さんっていうのはなかなかいらっしゃらないと思うんですよ。そうですね、うん、だからなんかこう
実際に自分がやってなかったらわからないことってたくさんありますよね。ね、本当に一番、一番頭使うて悩み苦しみ、あれやこれやこういろんなことしてやるのは中小零細企業の社長だと思うんで、それはね、自分の会社を守ることは社員を守ってやらないかんと言って一番に考えてますよね。そこなんですよ。それをね、働くことは生きることや、食べることもできるし、着たいもんも着れるし、みたいなね、ちょっとなんか荷物来ましたけど、ちょっとすいません。ちょっと。ここの時から。はい、はい、ありがとうございました、すいません、もうハスムラどんどん戻るからどんどん荷物が来ますね。失礼しました、もう取り直しませんので、すいません、まあ、そういうことで、働くことが本当にですね、一番あの生活を守ることでもありますし、まあ、これを持続させていくっていうのがね、やっぱりこう政治力がなかったらなかなかね、から政治とこう経済の三位一体でですね、やっていける、まあこう、こうなんですかね、交渉人というか、まあそんなんでやっていただいたらすごく僕らもこう助かるなと思うんですけどね。まあまあそれを来年ですか、はい、訴え続けて、はい、皆さんに分かるような訴え方を、はい、考えますし、はい、ぜひね、頑張っていこうかなと思っております。はい、だ来年もそういうことで挑戦。挑戦します。わかりました。はい。はい、まあ、そういうことで、今日は本当にね、聞いてええかな、悪いかなと思いながら僕もすごくね、悩んだんですけど、まあちょっとぶつけてみました。ほんまは言いたくないことだと思うんですけども、もう皆さんずっと聞いてくれてるので、黒川さんの人生を、まあ、客観視してですね、もう裸でやってますんで、まあ、こういうのもぶっちゃけて教えてくれまして、ね、ありがとうございます。もう来月から普通の人生相談に、はい、なりますね。なりますね。そうですから、もう、前回は、あれがあったんで、やっぱりこれ取っとった方がいいだろうということで、はい、無理を言って、言ってました。言ってもらいました。今日はどうもありがとうございました。はい、じゃあ、さよなら。あれ？